こんにちは。網走市議会議員の平方孝之です。人口減少対策について少しお話をさせていただこうと思います。予算委員会の質疑、3月のですね、その中で、網走市の昨年度の出生数については200人を切る見込みだということが初めて明らかになったところです。6年後1年生になるのが200人しかお子さんいないというのは、 かなりショッキングな数字だというふうに思っています。こうした状況を踏まえて、今年度の予算で子供の人口は、出生数は増やすことができるのかということを質問で伺いましたところ、それは難しいということが結果的に答弁で明らかになりました。合わせて、子供を産み育てられる世帯、世代、若者が増えてくることが大切で、高校生、 学校を卒業した後、あるいは進学して網走に帰ってくる。そういった意味で、人口の定着率を上げなければいけないということで、そのための予算はどこに措置されているのか、事業はどこにあるのかということを質問させていただきました。それに対して、網走市の答弁は、特にそのための事業はないということでありました。水谷市長は、 人口減少のインパクトを緩和するという政策を掲げて、姿政を運営されています。しかしながら、人口減少のインパクトを緩和するためには、少なくても若者世代の人口定着率、阿波市に住んでもらえる確率を高くしなければいけません。そのことに対する予算措置がないということは、十分に事業ができ進んでいないということになりますので、引き続きこの問題については、議会でしっかり取り組んでまいります。 それでは今後ともよろしくお願いします。